皆さんこんにちは。楽しくて暖かい伝統的な味を持っている中秋は、いつも子どもたちが待ち望んでいるものですえ。見ていただいているように、ドルフィンプラザのマンションでは、小さな子ども向けの満月のお祭りが行われていますえ。中秋は家族が集まるための機会だけではなくえ、みんなの温かい愛情を与えるチャンスでもあります。 職人の熟練した両手や早い動きの下で多彩な色の風船がすぐにハート型かわいいハローキティいたずらなワンちゃんと猫の形になりました子供たちの無邪気で可愛い笑顔は満月の夜を明るくしているようです子供たちは中秋が家族が集まりみんなと一緒につけ身をしたりお茶を味わったりクオイ君やジョーガーさんと一緒に灯籠を灯して行列を作ったりするお祭りだと知っています 賑やかな雰囲気の中で文芸クラブの演目は住民たちから大きな歓声を受けました子供たちの綺麗そしてクリアで透明感のある歌声はイベントのハイライトとなりましたそれに美しい踊りは観客に様々な感情を残しましたコメディや工夫したサーカスジャグリングのおかげでお祭りの夜は笑い声で満たされ子供たちはアーティストの才能とスキルに憧れていました そのの他にここの小さ子どもたちはステージ上の漫画のキャラクターたちを見て彼らと対話するとすぐに静かに座ることができないようです、えー、イベントの終わりになる前に子どもたちは、えー、クオン君ジョーガさんと一緒に月見をしてお祭りの夜のウキウキする雰囲気の中で。 橋形提灯行列をして獅子舞を楽しむことができました、えー、皆さんさよならまた次のイベントでお会いしましょう